泉慎一郎の日曜天国。おはようございます。5月2日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日をお迎えでしょうか。大型連休始まりました。昨日から始まりまして、今週いっぱい休みという方が多いでしょうか。東京は緊急事態宣言出されている中ということで、またいつもと違うゴールデンウィークだと思います。今日はいい天気ですね。いい天気ですね。本当に素晴らしい天気でした。天気です。今外歩いてきましたけども、なかなか1年の中でもこんなに過ごしやすいというか、暑くもなく寒くもなく、はい、とても快適な天気ですね。本当に一年中こういう国があったら移住したいって思うぐらいいい天気ですね。そうですね、はい、確かにそう思いますね。本当に外を出てみてはいかがでしょうか、はい、外の空気吸うだけでも随分気持ちが変わりま す, そうです、ねね、本当にこんな夢も希望もない47歳の疲れた中年サラリーマンでさえ今朝外の空気を吸ったらリフレッシュできました。説得力ありますでしょう。どうですか、説得力ありますでしょう。口を開けば愚痴しか出ませんよ私。もう何のガソリンで心を燃やせばいいのかさっぱり最近は分かりませんね。え、こういう年を迎えるとは思ってもいませんでしたね。え、ねえ、びっくり。昨日有明アリーナという東京オリンピックが開かれるとしたら、バレーボールで使われる会場、パラリンピックですと車椅子バスケットボールで使われる会場で走行試合、強化試合があったので、その試合の放送を担当ということで私行ってきましたけれども、行ってらっしゃったですね。新しい会場なので、そのテストイベント的なことがあって、でもしやるとしたらですけれどもね、もしやるとしたらという言い方に対してもいろいろしちゃう人もいると思いますけれども、新しい会場で、そしてコロナの感染対策をしながらどうやったらスポーツイベントが運営できるかというノウハウを蓄積するためのイベントというような位置づけで、バレーボール協会主催の強化親善試合なんですけれども、当然他のスポーツ競技の担当の方もどうやったら運営できるのかという視察に来てたりですね、そういうことがあったりするというちょっとね独特の雰囲気のスポーツイベントだったんですけれども、私たち放送局に従事している人間たちもその新しい会場からじゃあどうやったら本社に電波を送れるのかとか、放送設備とかケーブルここつなげばいいんだとか、ここを回せばいいんだとか、そういうようなこともやるんですけれども、当然なのでまだまだ不手際が多いんですけれども、昨日一番の不手際はですね、ちょうど夕方6時ぐらいからかな、報道特集っていうテレビの番組やってるんですが、その中のスポーツコーナーで有明アリーナからこの後行われるバレーボールの試合様子を聞いてみましょう。有明アリーナにいる安住さんお願いします。はい、こちらは有明アリーナにいますみたいなことをやるやり取りがあるんですけれども、なぜか赤坂からの本社からの開始の送りの音声が届いてなくてですね、なんと赤坂にいるスタジオのアナウンサーの口元を見て唇の動きを見て喋り出すっていうね。そうだったんだ。そう、面白かった。なかなかね経験がなくてね、斉藤慎太郎アナウンサーが赤坂にいたんですけどね、多分なんかパカ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 唇が動いてるなみたいな、最後にでは安住アナウンサーって言ったような唇の動きではここで喋り出してみようみたいな。ついに独身説まで、ね、こういうことたまにやるんですよ。だからそういうちょっとなんかまだね完成されてない中でのドキドキの中、なんかそうでしたか。みんなで顔見合わせたりなんかして、今言ったっぽいよね。口の動き的にはそうじゃないみたいなねことですね。面白いですよね。そんなことが昨日ありました。
試合もね盛り上がりましたけれども、世界ランキング1位の中国ねお迎えでどうだということなんですけどもね、最後3セット目24対24のジュースから30点ぐらいまでいきましたかね、はい、やっぱり40過ぎてからのジュースはきついですよ ね、 ねあれ若い時はすごい興奮して見てたんだろうなと思うんですけどね。わかります。ドキドキするね、もう本当にやっぱり年々ハートが弱くなってんだなと自分でも思いましたけどね。やってる選手なんてもっと大変なんだろうと思いますけど、見てる方でもう本当に延長の同点とかねジュースとかはもう本当きつくなってきた。本当に本当に私も苦手どうしようみたいな感じですもんね。さて番組宛に一通メールが来てまして、突然の連絡失礼いたします。京都新聞社編集局で記者をしています天草と申します。京都新聞ねえ、記者の方ということで、4月11日放送の番組の中で彦根東高校の入学式で記念写真を撮影されたという話を伺いました。つきましては彦根東高校の印象などについて改めてお話を聞かせていただきたくお願い申し上げる次第です。取材はお電話かズームを想定しており、記事は弊社が加盟するニュースサイトマイドナニュースなどに掲載させていただければと存じます。お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、一度取材の機会をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。彦根東高校の件でついに京都の新聞社から取材が入ったということですね。これはこれはどういうことなんでしょうか。彦根東高校について4月11日の放送で番組で話したんですけれども、結果彦根東高校と是々高校などの滋賀を代表する伝統校のプライドをちょっと傷つけてしまったような放送になったっていうことを非難するための記事を書こうとしているのかしら。だったらどうしよう。だったらどうしようっていうか、申し訳ないよね、謝るしかないよね。ちょっと電話をしてみましょうか。取材を依頼されてその電話を放送中にかけるっていうね。でもね、番組内での出来事だから。そうですね。どうでしょうか。天草さん、日曜日に申し訳ないね。はい、京都新聞天草です。あ、京都新聞の天草さんでいらっしゃいますか。あ、そうです。安住紳一郎の日曜天国のパーソナリティをしています安住ですが。お世話になります。お世話になります。天草さんは京都新聞の記者さんなんですか。あ、そうです。そうですか。青鬼プロの声優さんではないですよね。本当違います、新聞記者です。はあ、あらまあ、ちょっと身構えてたものですから少し脱力してしまいました。すいません、私はまだちょっと身構えてます。そうですね。あの、取材の依頼をいただきまして番組聞いてくださっていたんでしょうか。 ありがとうございます。はい、はい、あの同僚の男性記者が日曜天国さん のヘビーリスナーで、あのその同僚の記者から伺って私も聞きました。はい、彦根東高校のことについてということでしょうか。あ、そうです、私が OG でして。あ、そうですか。はい、それで安住さんが母校についてお話しいただいてたものですから、ぜひちょっとお尋ねしたいなと思って、ダメ元で送ってみたらまさかこんな形になるとは思ってなくてかなり緊張しております。いえいえ、彦根東高校の何について聞きたいんですか。あ、まずなんかこうラジオを伺っていたら、はい、文武両道の学校だとか、
かなりこう彦根東高校についてよくご存知でらっしゃるなと思ったので、はい、なぜ彦根東高校をご存知だったのかなとか、はい、彦根東高校行ってみられて印象ってどうだったかなとか、そういったことをちょっとお尋ねしたいなと思いまして。あ、そうですか、うん、身構えてしまいました私がなんか彦根東高校とゼゼ高校との比較の中で少し OBOG の皆さんのことを傷つけてしまったんじゃないかと思って、そのことを非難糾弾する記事かと思いましてとんでもないです。彦根東高校はちょうど彦根城のすぐ近くにありますものね。そうですね、お堀の中にありますね。彦根城か何か取材で行った時にちょうど入学式をやってまして、あ、なるほど。それでとても皆さん誇らしげに入学式のその門の中くぐっていく姿を見て、スタッフや地元の人に聞いたらとても地元で有名な学校だよということを聞きまして、そしてなぜか私も彦根東高校入学式の看板の横で写真を撮ってしまったということですねあ、なるほど。なんか、はい、吸い寄せられるように。あ、そうですか。彦根東高校出身で一緒に働いているスタッフも何名かいて、皆さん優秀なので。そうなんですね。なんとなく滋賀の中でとてもきっと名門校、伝統校なんだろうなっていうふうなことは思ってました。で、実際にそこの入学式行われている彦根東高校を見て嬉しかったので写真を撮りました。なるほど、そうですか。それはすごく嬉しいです。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、どうぞ。あ、すいません。実際に行ってみられてどんな印象でしたか？なんか東高校の。近くにあれでしょ？なんか石垣がすごく入り組んで置かれてて、その向かいぐらいに彦根藩の老中かなんかの屋敷跡かなんかがあって、もう本当にあれですもんね。お城の一部なんですもんね。そうですね。もともとなんか藩校、藩校として、その前身の前身というか、もう遡るとその藩校があったというような話も聞いたことがあります、はい、そうですよね、はい、歴史的には一番古いんですもんね。私もちょっと調べてみたんですけれども、彦根東高校は1798年に藩校ができて、1887年に滋賀県尋常中学校という形で なっているようですね、はい、なのでかなり古いと思います。尋常第一とか第二尋常中学校が是々校なので、それよりも早いようです。是々高校は何中学校だったんですか？あ、第二尋常中学校というふうにホームページには書いてありました。じゃあ一中がやっぱり彦根東で、二中がゼゼ高校だったんですね。怒られてしまいますね、全然。いやいや、別にその何も言おうとはしてませんけど。今はでもあれですもんね、学がなくなったんで、大津市の方が少しやっぱり人口が多いので、大津の方が通う人が多くなってきたみたいなことですか？どうなんでしょうね。ゼゼ高はずっと優秀な、学校を、ですね、やっぱりこう、その学力という意味で言うと、ゼゼ校さんはやはりすごく優秀な生徒さんが通われてるというイメージが、私の時代もそうでしたし、今もそうですね、はい。わかりました、では今日お昼過ぎぐらいですか、もし可能でしたら、はい、少しお時間合いましたら、はい、ありがとうございます。電話でよろしいですか？ありがとうございます、はい、じゃあ今日12時30分過ぎぐらいにもう一度お電話で、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、はい、日曜日にすみません。はい、あ、いい、とんでもないです、はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。いや、すごい、本当に声優さんみたいな声してらっしゃる、記者の方で、はい、喋り方も可愛らしい。本当ですね、これで一体どういう記事になるんでしょうね。本当に先が見えないですね、本当ですね、ちょっと心配になりました。なんとなくね、今私たちは何を聞かされてるんだろうと思いましたちょっとはい、どこ、そうですね、どこ連れて行かれるのかなって思いましたよね。わかります、私も出口が見えなくなっちゃってとりあえず12時半からもう一度電話することにしましたね
いやでもありがたいですよ、京都新聞の記事にしていただくなんて。そうですね、本当ですよね、まる聞いてくださって。そうですよ、このラジオって関東にしか流れてないんですからね、うん、そうですよ、うん、今日のメッセージテーマ紹介します。こちらです。私の小さな楽しみ、三好町の頭の中はいつも天国さん、71歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の小さな楽しみ、コロナ自粛で家からあまり遠くへ行けません。せいぜい自分が住んでいる町の中ぐらいしか散歩できません。その私の町に回転寿司があります。回転寿司の開店時間前に妻に散歩してくると家を出て、内緒で寿司を 2,3 貫食べて何食わぬ顔をして家に帰ります。一月に1回2回ぐらいですが、私のほんの小さな楽しみです。いいですね、いいと思う。いいですね、はい、散歩の途中でちょっとね、お寿司つまんで、ね、何事もなく帰る、うん、お父さんお腹空きましたみたいな、今日はあんまり減らないなみたいな、もぞ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 みたいな、あ俺はいいわみたいな。 2,3 巻でやめるの難しいですよ。そうですよね、はい、大阪府イカメラ小僧さん、30代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の小さな楽しみ、私はイカメラの専門医です。イカメラをする時の話です。口から喉元を通るとき、患者さんがどうしてもえずきやすいですね。鎮静剤を使い、患者さんが眠っていても実際えずかれると毎回医師は反省します。え、患者さん眠っててもえずくんだ。まあそうだよね、呼吸は止まってないもんね。そうですね、反射神経みたいなことですね、うん、そんなわけで毎回カメラが喉元を超えるまではこちらも息を殺しながら泉元也さんになったつもりで心の中でそろり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 と唱えながら挿入しています。とても上手に喉元を越えられます。これがとても楽しいのです。チョコプラさんがブレイクする前からここに全力集中しておりましたが、そろりそろりが流行り始めてからこれに気づき、心の中で唱えるとものすごくしっくりきまして、もう病みつきです。そのうち検査中にそろりそろりと口に出さないか不安です。新年度入職した研修医にアドバイスしたいのですが、自分はクールな医師として通しているもので話せません。毎年言いたくて喉元まで出ています。全国の内視鏡医師の皆様、おすすめです。報道の通り、大阪ではコロナ患者さんが爆発的に増えており、医療関係者はギリギリの状況で頑張っています。ゴールデンウィークなのに出かけられず残念ですが、皆様もお体に気をつけてお過ごしください。胃カメラの専門の先生、そろりそろりって唱えながらやると非常にいいってこと。ゆっくりになるのかな、ね、やっぱりこうグググってなっちゃうからかな、ね、直接は言えないけどラジオで言うって、そうね、ちょっとやっぱりあれな、立場的にあるんじゃない、ね、きっと30代女性やっぱり優秀な医師だからね、20代の若手にこれね、そろりそろりって言いながらやると意外に患者さんの絵付きがなくていいよって言うと、あはいあはいって言われながらもちょっとあれでしょ、もしかしたら軽蔑されるかもしれないからそういうこと言わないっていうね。そうなんですね、お医者さん同士の関係性とかもあるんでしょ、やっぱりね、あるんでしょうね、私ほらアニサキスになった時に内視鏡でね、アニサキス取ってもらった時にもう本当に東京で3本の指に入るっていう内視鏡の名医の方に撮ってもらった時、やっぱりもうその先生の技術盗もうと思って、その先生の内視鏡のその手の動きを見るために、やっぱり周りの若手の医師たちがもう20人ぐらいグワーって来て、もう覗き込むようにみんなね、うん、俺最初すげえ俺人気あるなと思ったんだけど、当然違うよね。そのアニサキスの除去の症例をさ、ね、名医が担当するっていうことでどうやるんだって言って、でそういうさ、やっぱり技術持ってる人ってすごいよね、うん、お見たかったら見ればいいさみたいな感じで、ちゃんと解説しながらやるんですよ。忘れられないわ、あこう左手の手元、はい、右手手元、ゆっくりゆっくり手首返してって、自分でこう自分の技術を周りの人にこう知らせながらやってるよね、うん、
それも俺聞いちゃってるし、ちょっと私そういうのほら興味ありすぎる方だから、アンテナ立っちゃってさ、うん、そのなんか喉が麻痺するね、あの塗り薬塗ってもらいながらも先生の目見ちゃったりしてね、左手の手首を使うんだみたいな感じでこうやって、で俺も左手回しながら、私はやらなくていいみたいな、やらなくてこうかなみたいな、わーみたいな、左手の手首返して返して、これ返して返して、ゆっくりゆっくり、あゆっくり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 みたいな、お前はいい、お前は患者だみたいな。感じだよね、リラックスしてくださいみたいな、うん、でもほらみんなが集中してるからさ、うん、そうですね、そうやっぱり大病院のね、クランケとしての覚悟があるじゃない、みんなの役に立ちたいっていうさ、そうですね、うん、最初ね僕のために集まったのかなとちょっと思ったし、まあ、そこまではいかないけども、なんかすごい大きな、なんかねものすごい大事になったのかなと思ってちょっと心配だったのよ、確かにね、うん、こんなたくさんの人の手を煩わせてるんじゃないんです、勉強のためにわっと集まったね、うん、そしてあの優秀な医師には優秀な看護師がついてるでしょ、あそうでしょうね、私の時もとても優秀な看護師の方がついてて、で最初やっぱりこ体がガッとこわばるじゃない内視鏡、特にその胃カメラの検診じゃなかったんで一体どうなるのかなと思ってものすごいガッと力入ってたんですよ、そしたらほら名医が登場するじゃない、そして20人ぐらいがわーって来るじゃない、だからもう完全に緊張しちゃって、でちょっとね喉元に入れかかった時にもう体がガッチガチに硬くなった時に、その超できる優秀な看護師の人が私の身元で、安住さん体に力入ってますけどそれ意味ないですからって言われて、意味ないですねと思ってスッと力抜きましたね、そう、うん、そう、ね、またね上手に褒めてくれるんですよね、安住さん状況の把握能力高いと思うんでこれ力抜いた方がはるかに早く終わりますみたいな、はぁみたいな、何その詐欺師みたいな心が、これだけ私ここでお金払えばいいのですねみたいな、振り込んじゃおうかしらみたいな、ここで振り込めば楽になるんですねみたいな、すごかった、忘れられないわ、ね、お世話になりました本当に、私の小さな楽しみ、福井県丸岡町ふくらぎ福子さん40歳女性の方、ありがとうございます。私の小さな楽しみはスーパーの魚売り場です。数ヶ月前まで三枚おろしができませんでしたが、ある時福井県にいながら三枚おろしができないことに恥ずかしさを感じ、猛特訓の末ある程度の魚はさばけるようになりました。今までは魚売り場ではパックに入ったお刺身か切り身しか購入しませんでしたが、今では頭も内臓も取り除いていない魚を購入するようになりました。スーパーの魚売り場ではちょっと前の私のように切り身を眺めている主婦の人、刺身を選んでいる人が大勢いる中で、私は堂々と処理していない魚を手に取り買い物カゴに入れています。そんな時ちょっとした優越感を感じるのです。また周りの視線からも魚さばくんだというちょっとした私への尊敬の眼差しを感じます。スーパーの魚売り場は私の心を満たしてくれるちょっとした楽しみの場所なのです。そうね、確かにまるっとした魚ね、手に取ってると、あこの人家でやるんだなっていう、確かにそういう尊敬の目で見ますね。わかりますよ、福井県に住んでるから三枚おろしができないことに恥ずかしさを感じ猛特訓の末というね、素晴らしいじゃないですか。こういう人を福井県の観光大使とかにしたらいいじゃないね。あそうですね、うん、なさったらいいじゃないと思いますけどね、なかなかね思っててもできないですよね。そうですそうです、後の処理とか考えると億劫になったりして、うん、そうですね、私の母親は北海道に住んでるんですけれども、あの北海道に住んでると秋口になりますとね、あの贈答用で生鮭を丸々1本ねいただく機会があったりして、丸々1本いただいてもなかなか普通のね家庭の台所小さいですからね、でそんなに立派な出刃包丁もなかったりするんで、もううちの母親が泣きながらおろしてましたよね、なんかね頭をおろしてね、魚大きいでしょ、1メーターまでいかないけど80センチぐらいありますもんね。本当に。でも太さもね、まるっとしてるからデバで頭落とすっても女の人の体でなかなかできなくてね、私一回家帰ったらもう母親が台所で人殺したんじゃないかみたいな感じの、もうデバ包丁でおかえりなんて、ね、血がさもうシンクにザーってなってて
そうですね、泣きながらもうやだやだって言いながらねやってましたけどもね、面白いですね。私も出身が北海道なんですけど、北海道はその鮭丸々一本に対するそのなんていうんですか、思いがみんな強いんですよね。なんとなくね、そう鮭食べながら北の大地っていうのイメージが勝手にあるのかもしれませんけれど、なので私の父親がゴルフが大好きで、ゴルフのコンペティション、会社とか取引先の仲間で行われるコンペティションやりますでしょう。それで成績の順につきますわね、1位2位でハンディキャップ引いて、でベストグロス賞があったりとかして、そうすると商品をこう順番にもらえたりしますけども、秋になりますとね、ゴルフ場ですよ、フェアウェイにあの生鮭がねザーッと並ぶんですよ。山の中ですよ、山の中に鮭が打ち上がったみたいな感じになって、それでこう生鮭がまるっとだから参加した人数分ザーッと並ぶんですよ。それでスコアの良かった人から順番に自分の好きな鮭を取って、でそれをゴルフクラブと一緒に持って帰るっていうみたいな、ヒグマかみたいな感じの本当にで、成績の良かった人からやっぱりメス選んで筋子の入ってる鮭選んでって、で成績の悪い人は本当にちっちゃなオス鮭とかになったりするみたいなんですけどね。で今年はメスが取れたわみたいな感じで帰ってきてね、で母親が台所で出刃包丁で筋子やっていくら作ってくれてね、いや楽しかったですけどね、今考えると変わってるなと思いますけどね。そうです、うん、荒巻鮭じゃなくて生の鮭をそうゴロ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 っと、うん、もう本当に魚市場みたいに、そうよ、ね、まあでもちょっと塩はちょっと軽くしてたと思うけれど、すごいね、フェアウェイに並べてるってすごくない？本当にミスマッチでミスマッチでね、しばらく芝生生臭いだろうと思うけどね、テラテラしてそうね、テラテラ、そうフェアウェイじゃないから、ティーグラウンドかティーショット打つところか、そうか、ね、私の小さな楽しみ、皆さんからのメッセージお待ちしています、はい、メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 3584-0954 でお電話を受けします。ファックスの番号は 03-5562-0954 5562-0954 e メールのアドレスは nichiten@tbs.co.jp nichiten で日天です。抽選で5名の方に日天ノートを、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介した全ての方にイラストレーター井野孝之さんの制作によるオリジナルポストカード、ひと休みひと休みをお送りしています。今日のテーマは私の小さな楽しみ、皆さんからのメッセージお待ちしています。横浜市西区クラベスさん、48歳女性の方からリクエストをいただいています。ニュースなどでも報じられていましたが、 T スクエアの元メンバー泉博孝さんが亡くなりました。とてもショックです。特に私を含め吹奏楽部出身の方にはステージでよく演奏される曲もあり思い出深い人です。当時はその曲を聴きたくて T スクエアのライブに行ったこともあります。泉さんの告別式が今五反田にて行われています。天国へ向かう泉さんを式場の近くで見守りたい気持ちは強いものの、この自粛生活それも控えねばと団長の思いです。家でじっとしているのはとても辛いので、どうか泉さんの曲をかけてください。オーメンズオブラブを番組でかけてほしいのです。どの曲がいいのか迷いました。しっとりとした名曲も多い泉さんですが、吹奏楽の定番曲であることや未来を感じられる曲調が泉さんへの感謝の思いを伝えながら天国に行ってもらえるのではないかと思い、この曲にしました。そうですね、 T スクエア名曲たくさんありますね。 F1 の中継のトゥルースとか、あとは吹奏楽のコンサートでは必ず演奏します。宝島もそうですね。私もオーメンズオブラブの12インチシングルを中学生の時に買いました。懐かしいですね。 T スクエアでオーメンズオブラブ。はい、もしもし、 TBS ラジオですが、安住紳一郎の日曜天国、今日のメッセージテーマは私の小さな楽しみ。受付電話番号は 03-3584-0954、 ファックス番号は 03-5562-0954、 e メールはパソコンでも携帯からでも日天アットマーク tbs.co.jp。 皆様からのメッセージお待ちしています。日天お出かけリサーチ、このコーナーは東京カリンと観音温泉安心財団の提供でお送りします。
続いては日天お出かけリサーチ、今日もスタジオからのリポートになります。楠葉恵美さんです。おはようございます。おはようございます。 TBS では地球を笑顔にするウィークを実施中です。今日はお菓子を買うことで自然と SDGs に取り組めるお店をご紹介します。はい、表参道ヒルズ同潤館の1階にあるインパーフェクト表参道というチョコレートとかコーヒー、アイスクリームなどを販売しているお店です。もうとにかくおしゃれなお店でですね、売ってるものもおしゃれなものばかりなんですね。こちらその一つ、チョコレートバークという板チョコにナッツとかドライフルーツが散りばめられているものなんですけど、これちょうど味が抹茶&ラズベリーで、抹茶の緑とチョコレートの茶色のマーブル模様になってたり、はい、こう彩りが綺麗だったり味も美味しいんですね。 70g840円なんですが、真四角で、真四角で、そこもなんかスタイリッシュな、ね、はい、かっこいいんですね。でもこれを買うだけでどうして SDGs になるんでしょうか。食べ物とかを選ぶときに、この商品がいくら自然環境にいいんだよとか、農家の方々の役に立ってるんだよって言われても、美味しくなかったりとか食べたいなって思う商品じゃないと自分の購入も続いていかないし、それこそが持続可能じゃないなと思っているので、私たちは食べ物を扱わせていただくにおいては、やっぱり食べたいとか可愛いって思っていただけることっていうのを入り口としてはすごく大切にしています。このお店を立ち上げた佐伯美佐子さんによりますと、美味しいから食べたくてお菓子を買っていたら自然と環境や社会にいいことをしてたというのが理想だということでして、このチョコレートも自然環境に配慮した原材料で作られてますし、このカカオの農園にも安定して収入が入るように工夫なんかもされてます、はい、とここまでだとなんとなく他のお店にもありそうなお話なんですが、インパーフェクトならではの SDGs への取り組みが投票システムです。お買い物すると1回の会計で1枚投票チップがもらえまして、うん、それを店内にある投票箱に入れることができます、はい、で今投票できるプロジェクトが3つあって、アフリカコートジボワールのミツバチの生育環境を整えよう、うん、南米コロンビアのコーヒー農家をトウモロコシで支えよう、アフリカガーナの女性たちが平等に活躍できる社会を、これそれぞれお店の商品の原材料を作っている地域の社会課題を投票が多かった順にこう実施取り組んでいきましょうというもので、私も1票入れてきました。はい、ミツバチに入れたんですけど、というのも私たち食べてるもののおよそ 70% の農作物ミツバチに頼ってる、受粉に頼ってるっていうことで、それなのにここ数年ミツバチ崩壊症候群という謎の大量失踪が起きてるということなので、ちょっとでもこうストレスを減らしたり生育環境を整えようっていう活動にちょっと一票入れてきたんですけど、こうして買い物をただするだけでも力にはなってるんですけど、はい、投票することでさらになんか SDGs に関われた、ちょっと難しいかなと思ってたんですけど、そうですね、そこに学んで、はい、どれにしようかなって考える、はい、ということができたかもですね、というふうに、はい、感じました。このインパーフェクト表参道は午前11時から午後8時までの営業で、現在は店内での飲食はできませんので、詳しくはホームページをご覧ください。日天お出かけリサーチ。このコーナーは東京カリンと観音温泉安心財団の提供でお送りしました。さばいて日天。このコーナーは ECC ジュニア、省営建設グループ、宮里産製薬の提供でお送りします。時刻は10時41分です。さばいて日展、今朝の担当柴田修一さんです。おはようございます。よろしくお願いします。まずは先週の主な出来事をまとめた日展ニュースフラッシュからです。最初は先月になってしまいましたが、4月25日日曜日、東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に3度目の緊急事態宣言が出されて、休業要請などが始まりました。28日水曜日、3年前、紀州のドン・ファンと呼ばれた資産家の男性が死亡した事件で、和歌山県警は男性の元妻で25歳の須藤早貴容疑者を殺人などの疑いで逮捕しました。続いて30日金曜日、歌手の近藤真彦さんがジャニーズ事務所を退所することを発表しました。で、近藤さんは去年事務所から無期限の活動自粛処分を受けていました。月が変わりまして、5月1日土曜日、宮城県で最大震度5強を観測する地震が発生、東北新幹線が一時運転を見合わせるなどの影響が出ました。おしまいも昨日土曜日ですが、
プロ野球北海道日本ハムファイターズは選手4人が新型コロナウイルスに感染したことを発表。今日札幌ドームで予定されていた埼玉西武ライオンズとの試合は中止となりました。先週の主なニュースでした。さて今日詳しくお伝えするお話はこちらです。キッズたちの規格外の勉強スタイル。今回はですね、子どもたちに起きているある異変についてなんですが、それは勉強で使う鉛筆です。注目するのはですね、芯の濃さや硬さ、記号で分類されているのはご存知の通りですね。一番色が薄くて硬いのが H、 これはハードの略だそうです。 H です。で、硬い順にですね、 9H、 8H、 7H、 6H とあって H まであります。で、その次に硬いのが F なんですが、耳なじみがないと思いますけどね、 F っていうのはね、 F っていうのはファームといって丈夫だということなんですね。で、 F の次がすぐ HB になると、うん、HB と H の間に F が入る、F が入るということなんですね。で、柔らかくて濃いのが B なんですが、はい、JIS、 これ私たちは日本工業規格って覚えてたんですが、今は JIS は日本産業規格なんですけども、はい、一番薄い QH から最も濃い 6B に分類してます。 6B、はいはい、皆さんどのあたり使ってましたかね。 2B がね、書き方で学校で使ったり、はいはい、そうですね、指定がありましたよね、うん、あと書道教室とか行くと4B の鉛筆で、やるってことですね。硬筆をね、やってた記憶があります、ね、意外と安住さんと私で被ってるところもあるかもしれませんが、はい、年代的には全く被ってないんですよ。昭和39年から45年が私の小学校で1964年から1970年なんです、はい、F は珍しかったので買って書いてました。書きやすかった F、 あんまり売ってなかったです、うん、で 2B がおっしゃる通り書き方指定でしたね、うん、で、大人世代はですね、子供の頃に使っていた B や HB をよくお使いになるということなんでしょうけれども、ところが令和の子供たちは使っていないんだという話なんです。 HB 使ってないんですか。 HB も B も使っていないという話なんです、モノシリーズでおなじみのトンボ鉛筆ですが、この調査によりますと1999年は HB の売り上げが全体の4割、これ1999年ですよ、B と 2B が2割ずつ。ところがですね、2017年になりますとトップに立ったのは 2Bシェアが 47%、 半分近くが 2B なんですよ。長年トップだった HB がおよそ2割に半減してしまったということなんですね。 B もあるけれども別に2割から変わらずということなんです。だから 2B が増えたということですね。で、実際今小学校低学年の 7,8 割が 2B を使っているとも言われている。で、先ほど JIS の企画では最も濃いのが 6B というふうに紹介しました、はい、で、中にはですね、 7B とか 8B とか規格外の鉛筆を使う子までいるというんですね。売ってることは売ってるみたいな 7B、8B、 はい、JIS の企画にはない、ない、はいはい、JIS では規格になってない、ではなぜ子どもたちの鉛筆はこれほど濃く柔らかくなっているのかということで、トンボ鉛筆さんに聞いてみました。大きな理由は子どもの筆圧の低下、書く時の、ね、圧力の低下です。ダイヤル式のテレビとかそういう握る力を求められる家電が姿を消すとともに子どもの筆圧が低下した。私ゲームやってんでボタンを押す能力あるんじゃと思ってたんですが、これは早いだけなんですね。長く力を入れて書くっていうのがダメだと、そこでですね、小さな力でもより濃くしっかりした字が書ける 2B に人気が集まっているのではないかということなんですね。だ、最近ですね、自己表現をしたいという子どもたちが増えてですね、より太くて強い文字を求めているということで、まあ、そんな事情もあるかもしれないとも分析されています。さて、その一方でですね、一部の新聞にはこんな理由もありました。柔らかい鉛筆は筆圧が弱くても止め、跳ね、払いを表現しやすいということなんですね。つまり美しい文字を書くために子供に人気なんだということなんですね。まあ、そんな中、昨今の美文字ブームともいえる美しい文字を書くブームよりも随分前から美しい文字のために濃く柔らかい鉛筆を子供に推奨していると。時代の一歩先を行く美文字王国が実は関東にあるということをご存知でしょうか。知らないです。どこでしょう。群馬。埼玉県。埼玉県、はい、それを象徴するアイテムがですね、埼玉県限定鉛筆、その名も筆鉛筆というものがありますね。その濃さはですね、国内で最も濃い 10B です。これは三菱鉛筆が開発して筆のように止め跳ね払いが表現できるという鉛筆だそうです。
これはお値段が1本348円、はい、これここにあるんですけども、ケースに入ってますところちょっと高級感ありますよね。348円なりの高級感ですね、埼玉県ぐらいでしか販売されてない、店頭販売されていないこの鉛筆を使って、硬質の腕を磨くキッズもいるようです。というのもですね、埼玉は硬質熱が高い県だそうです。で、実は60年ほど前から年に1回県が硬質のコンクールを開催してます。で、その小学生部門に全児童が挑戦する。あ、普通はほら申し込みの児童でしょ、うん、そうですね。それが全児童が挑戦する全国でも非常に珍しいコンクールがあると。で、埼玉県庁の教育局によりますと、県民ならば誰もが経験するイベントで、この硬質熱のためなのか、県内では確かに止め、跳ね、払いが表現しやすい濃い鉛筆が好まれる傾向にあるんだということなんですね。で、皆さんの周りの埼玉県出身の方、字が綺麗だということですが、字が綺麗ですかね。いや、そう言われればそうかもしれない、という話もありますが、ということで 10B の筆鉛筆を埼玉に住んでいるスタッフに買ってきてもらいまして、今カタカタとやりましたが、私も初めて試し書きをしてみることにいたします。で、これね、 10B でね、もう芯が太いんですよ。もうほとんど芯でしょ、ほとんど芯、アイブロウみたいな。あ、そうですね、腹黒い、腹黒い鉛筆ですね。アイブロウ、あ、お化粧品みたいな。全然関係ないこと言ってました。どうですか。おー、すごい書きやすい。これは止め跳ね払いが、成田の成って字書くわけですね。で、 A ちゃんの A っていうかな、これもそうですよね。で、止め跳ね払いが一目で分かるというか、書き方の試験の時にこれはあ、これ丸とかこれ×とか書きやすいです。先生も見やすいですね。ちょっとでもあれですね、鉛筆から繰り出された筆跡には思えないですね。いや、これね、もうなんかね、サインペンぐらいの太さ、サインペンの濃さも、そうですね、これちなみに HB 書くと折れちゃいそうな、そう感じですね。あの、筆圧に耐えられないかもしれないですね。10B 本当にちょっとした筆ペンみたいですね、しかも太い、私ね、 6B はあの音符用に、あの楽譜用に使ってるんですけども、それよりははるかにやっぱり書きやすい。そう、非常に書きやすいですね。はい。で、今全国で進む子どもの鉛筆が濃くなっている現象は、まあ、あの、鉛筆の埼玉化と言われるかもしれませんけどね。だから埼玉の方、今あのお手元にあるでしょうかね、このね、ちょっと記憶にあるんで、子どもさんちょっと聞いてみてください。はい。さばいて日展担当柴田修一さんでした。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。この時間は朝日飲料アシリラシートの提供でお送りします。天気のいい日曜日です。ゴールデンウィーク2日目という方が多いと思います。今週はちょっと昨日一昨日もかなり、木曜日土曜日かなり天気荒れましたけど、今日もまた雷の予報が出ているところがあります、はい、今は降水確率と一緒に発雷確率っていうのがあるみたいですね。東京の発雷確率 30% って出てましたね。さて、私の小さな楽しみ、市川市の千葉のほうじ茶さん、43歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。農家である我が家には広くはありませんが竹林があります。竹林があります。その竹林に春になるとタケノコが生えてくるので、タケノコを取りに行くことが私の小さな楽しみです。はい。以前はシュートの知り合いも複数人取りに来るので、毎年争奪戦で、なぜ自分たちの土地なのに自由にタケノコが取れないのかとやきもきしていました。しかし近年、その知人たちも年を取ったのか、タケノコを取りに来なくなったようで、竹林にタケノコがたくさんあります。今年は70本以上のタケノコを収穫しました。友達や親戚に配っても、タケノコは下ごしらえが面倒ということもあり、あまり量はもらってもらえず、自宅で30本以上を消費することになりました。土佐煮、タケノコご飯、チンジャオロースーなどなど、私のタケノコレパートリーを駆使して6人家族で半月で食べきりました。すごい、30本半月で。こんなに食べても来年の収穫が楽しみです。タケノコ美味しいですから ね、そうですか。タケノコね、パンダはほら笹食べるじゃない、竹食べますでしょ、あれ肌から見てて美味しいのかなって思いますよね。なんでそんな味気のない、なんかね、筋筋してるし、そうそう、筋っぽいのずっとかじってて何が楽しいのかっていう風に思ったりしますけどね。私
ジャイアントパンダ好きじゃないですか、はい、好きじゃないですかって女子高校生みたいでごめんなさいじゃないですか、すいませんぶりっこしちゃって本当に私ジャイアントパンダ好きです、はい、なのでジャイアントパンダが住んでいる我流っていう中国の山の中に行った時、取材だったんですけどね、行った時にそこの周りはタケノコが美味しいんですよ。で日本でいうとこのその何ですか、長野とか行くとほらリンゴ農家さんがこうドライブインみたいなのを自前でやってて、こうなんか産直みたいなブドウとか販売してるみたいな感じで、もう沿線ずっとタケノコ売ってるんですよ、農家の人たちがね。それでタケノコ料理がねとっても美味しい、もう その辺りで食べる料理タケノコ以外美味しくなかったから俺も最初あれなのよ、レストランとか行ってももうタケノコ料理オンパレードだから、えタケノコしかないのかと思って、でタケノコって、タケノコうまいうまいってバカ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 タケノコで、テーブル見たら自分のテーブルタケノコバーってパンダと一緒じゃねえかと思って、竹ばっか食ってるわと思って、だからちょっと固めの竹でも食べられるのがジャイアントパンダで、柔らかめの竹じゃないとダメなのが人間じゃない、結局竹じゃんみたいな感じで、なんだなんだパンダは結局おいしいもん食べてんだなんて思って、スタッフと一緒にうんうんうんなんて言って気持ち分かってた、気持ち分かるねなんて言って、これからパンダ見て笹食べてても竹食べてても何の不思議にも思わないねなんて言って飛行機乗って帰ってきました終わり最高です。この時間はアサヒ飲料アシリラシートの提供でお送りしました。安住紳一郎の日曜天国、5月になりました。月渡る君風、さえ渡る寒風、ブータン王国首都ティンプー、 TBS ラジオ FM905AM954、 時刻は11時になりました。この後は今日のゲスト、海洋冒険家白石康次郎さんをお迎えします。お楽しみに。東京ガスプレゼンツゲストでタバダ、このコーナーはあなたとずっと今日よりもっと東京ガスの提供でお送りします。今日のゲストを紹介します。海洋冒険家白石康次郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。何やりにくそうな顔してる。いやいやいや元気ですね。朝4時頃から元気で楽しみで、あもう安住君と中澤さんの楽しみなの。いやいや4年ぶりだから。そうですね、うん、朝4時から元気なんですか。元気なんですよ、今ね夜明けが早くていい。あそうですね、あもうじゃあ太陽と一緒に生活リズムが、はい、太陽に手を合わせて、今日もお願いしますと祈ってきました。さすが海の男ですね。恐ろしいくらいに日焼けしてますね。そう、ゴルフ焼けも入ってます。ゴルフ焼けも入ってます。あそうですか。さて4年ぶりなんですけれども、白石さんのプロフィール改めて紹介します。1967年生まれ53歳、少年時代から船に憧れ神奈川県の水産高校へと進みます。26歳で単独無寄港無補給による世界一周に成功し、最年少記録を樹立します。これまで4度の世界一周を達成しています。そして今年2月には最も過酷なヨットレースと言われるバンデグローブに2度目の挑戦、見事アジア人初の完走を果たしました。おめでとうございます。ありがとうございます。前回はほらマストって泣いて帰ってきたんで、今回は成功して本当皆さんありがとうございました。いやーなので前回この番組出てくださった時は1回目の挑戦で途中棄権した後、そうです。で今回はなんとアジア人初完走を果たしてということですね。これすごいことなんですよね。よかったね。はい、で僕しかほらもう本当にヨットっていうのは、うん、あの白人しかいないんだよね、はい、でもう本当アジア系で初めてで、あのよかったと思いますよ。エントリーしているアジア人もいないいないいない、白井さんだけ、僕だけです。いやだからすごいと思うんです。本当にパイオニアですね、うんうん、またそのヨットレースっていうのがあれですよね、欧米特にヨーロッパの人たちにとってはちょっと私たちが思ってる以上に、そうなんですよ、名門意識というか、はい、やっぱ大航海時代をやってきたでしょ、うん、でその頃日本は鎖国をやってましたんで全然違うんですよ、うん、はい、だから向こうはもうなんていうかヨットっていうのはさ、あのね、うん、皆さん日本人だとヨットって言ったら石原裕次郎加山雄三の世界に入ってくるんだけど、向こうは剣道とか柔道とかの世界に、はい、国技なんでね、全然意識が違うかな、上手に船を操って、うん、見知らぬ大地にたどり着くっていう、そう、その歴史、そうです、
の踏襲者みたいなことですね。そう、要するに昔飛行機できてまだ150年でしょ、で昔はほら海を制すれば世界を制するって国がバックアップしてやってたので、はい、国の威信をかけてね、そうそう、だからもう全然その意識が違うかな日本とは、はい、ものすごく注目されるレースなんですよね。そうなんです、マンデは、国民の 96% が知ってるんですよ。学校に習うんですよ。ああそうですか。そうそう、バンデグローブということで、バンデっていうのは町の名前なんですね。県の名前、県の名前、53県あるのかな。それであのバンデ県のスタートするグローバルってことね。地球のという、そうです。だから今は自治体が、主催ですね。へえ、はい、で世界一周レースということで、こう資料を見るとね、今年、はい、スタート視聴率 48%、みんな見るんだ。みんな見ます。箱根駅伝みたいな感じ。そう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 、あ、そう、俺ね箱根駅伝っぽいかな、本当にあの、ヨット知ってる人じゃなくても、みんな応援するわけ。で全選手がストーリーが違うんだね。で面白いのは前提違うんだよね、同じ船じゃないから。全員違う船の。企画が違うんですか。いや、ね、あのイモカっていう、まあ、安全企画は合ってるんだけど、形も自由なんですよ。だチキチキマシンボーレスみたいになったのね。あ、そうなんですか。そうで20年前の船から最新鋭の船まで、あと男女問わずです。女性が6人います。あと、障害の方、片手のナイスも出た。オリンピックセーラーやパラリンピックセーラー、素晴らしい選手で、だから本当に、男女関係なく、もう障害持った方、持ってない方関係なく、国籍関係なく、9カ国かな。へで違う船でバーッとスタートするって面白いね。じゃああれですね、スタートするときは、あ、この選手はお金持ちだからお金かけた最新鋭の機材で、そうそう、こんなに大装備で出て、はい、頑張ってっていうのもいるし、そう、こんなボロボロの船で心意気一つできたぞと。でそうだ、だから本当トップ選手が、トップチームがいて、それはね30億円ぐらいかけて、30億円、そう、優勝狙うと。で会はね、大体僕前回そうだったけど、もう中古の船買って1億、はい、2億でもう完走を目指す人、はい、初めての選手、あと年の選手ね、とか、あのパイロット、昔パイロットやっててヨットの世界一周したいって言って、最後に入った選手もよく頑張りましたよ。そうですか。で僕はアジア人初、というストーリーがあるからね。そうですね、じゃあ出場するそれぞれの人にストーリーがあって、みんながそれ理解して、そう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 、で学校でもなんていうかな、学校で習うから。で僕は珍しいわけ、いきなり一人侍がいるんだよね。どういうことですか。フランス人だから、例えばさ、お相撲さんの中に一人フランス人がいたら目立つでしょ。そうですね、そんな感じ。ちょっとね、ちょんまげをね、フロントで言ってみたいな。そう。で、僕もほら、スタートするときに居合の格好してくから。はい。ニュースで出てましたね。そうそう。だから、なんていうかな、目立つんだよね、ストーリー的に。そうですね。応援する小学生とか多いな。フランス人特にね、日本の武士道みたいな好きですもんね。そう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 。だから、随分応援していただいて。で、何日かけて世界一周するんですか。今回はね、94日です。94。うん。で、33艇が出て、で9カ国、9カ国、6人女性、はい、で僕が、まあ、ちょっとね、セールを破ってしまってね、はい、トラブったんだけど94日、はあ、で16位、16位、うん、いや、33艇中完走したのは何艇なんですか。25艇、はい、今回多かったです。いつもはね、大体半分帰ってくるのが、今回はとても多かったですね。で1位の人は何日ぐらいで戻って、1位が、ね、80日、はい、で白石さん94日ですね、はい、真ん中ぐらい。だから、まあ、今回ね、前回のスピードを上回れなかったのね。コロナで、新艇組が8艇、僕もそうなんだけど、はい、整備不足だったんだ、みんな。コロナで練習ができなくて、新しい技術がうまく機能しなくてね、結局ね、中古艇が勝ちました。あ、初めてのケース。じゃあみんな新しい技術を自分のこう、はい、ものにする時間がなかった。だから、最新鋭の整備できてない船と、中古艇の整備できた船の戦いだった。戦い。それで拮抗してね、面白かった。あ、レースは。そうですか。はい。ただ単独無寄港で94日っていう、この、簡単に言いますけど、あれずっとあれですよね、船の中、ヨットの中に一人で、出発した時の食べ物ちょっとずつ食べて、そうで海の上で迷いながら、そうそうそう、悩みながら安住さん今何やってるかな。そんなこと考えてないでしょ。電話かけてこないかなと思いながら。出ないけど。だから2000時間以上だよね、競技時間が。
長いよね。そうですね。スポーツって2時間だよね。そうですね。そうですね。長すぎるでしょ。先輩だ。だからで、あれですか、ずっとだから集中力切らさずにやってるんです。そうです。僕たちは、寝る時間どうしてるんですか。寝ないですだから。寝ない。寝ない。1時間以上寝ない。仮眠仮眠で。仮眠仮眠。だから本当椅子に座ってくっとこう寝るだけ。うたたねみたいな感じで。うたたねみたいな。まあで、まあ僕らは目覚ましいらないんで、キッチンタイマーでいいんだよね。はあ、60分とか。キッチンタイマーかけて。本当に、あの、冗談のキッチンタイマーがあって、で、それで、あ、今60分寝れるなとか、90分で、まあマックス90分だけど、鳴らしたことないな、もう起きちゃうんで。感覚で。感覚で。いや、それ3ヶ月間続けられます?うん、それはやっぱりあれですか、ずっとコントロールしてなきゃいけないんで。そうだから、まあ、あの、一番楽なのはね、風の弱い時じゃなくて、あの、風が安定してる時ね、うん、同じ方向から同じ量が吹くともセットしたら、はい、あとはもうそのまま走るん で、うん、でその間何するかっていうとね、休むことも大切だけど、船の整備、はい、もう修理がいっぱい溜まってくるんですよ。でみんなスキッパーはみんな、あの、整備してますね。暇さえあれや、なるほど、直してる。前の風強い時に壊れてしまったここを直そうとか、そうです、あそこが直せてないんだとか、そう、 あとほらビデオ編集しておく、今 SNS 時代でしょ、はい、だビデオ編集した、あとナビゲーション、うん、どういう航路進めるかとか、気象分析したり、忙しいんだよね。全部一人でやるんですね。全部一人です。トイレとかどうしてるんですか。ないです。ない。重たいからつけない船には。じゃあバケツで、うん、それ揺れながらとか。だね、嵐に打たれながら大変なのよ、トイレ。大変。トイレおとなしくしてないからね、暴れるから。だから本当、あの、丘に上がってゴールして一番いいなと思うのはトイレ。揺れないんだよ。いや、で揺れてトイレ、なんかスイッチとしては流れるんだよね。素晴らしいね、トイレって。僕ら命がけだから、うん、トイレするにも捨てるのも命がけでしょ。甲板の上で揺られながら、そう、風に吹かれながら、そう、波は浴びながら。だから、あとほら、あの、自分の体をバケツに押し付けなきゃ、自分ジャンプしちゃうでしょ、飛び上がるから、ジェットコースターしてるみたいだから、から天井に手つけて、床に押し、バケツに押し付けるの、お尻を。あ、突っ張り棒みたいな。突っ張り棒みたいな。じゃないと暴れるからね。そう。で、その突っ張り棒をうっかり外れちゃったら、バケツひっくり返します。ひっくり返りますね。大変なことになります。それもやるんですか。やるんです。もう全部やりますよ。それは心折れますね。そうだ、いや、でもね、昔ね、落語でね、ちょっとごめんな、チョギでションベン千両って言ったんだよね。昔こう、チョギ船って船、ロカイ、ロロの船でしょ、はいはい、あれで、もうおしっこができるようになれば、うん、まあ、千両使ってるって話なんだね。吉原通うのに。へー。そう、だから、あの、なかなか、あの、言えるところで、用を足せるっていうのは、うん、もう本当にベテランの証なんだよね。ちょっと出ないから。うん、男としての器量が上ってことですよね。あの、揺れてるとこでもこう、胃を足せるっていうね。太平洋のね、ちょっと女性の人耳塞いでてね、はい、安住さん、太平洋の立ちションベン最高です。そうでしょう。はい。いいな。あの、そういう話はね、公園でやってください。あ、受けるでしょうか。公共電波だからね。いや、いいんですけど。繰り返します。最高です。最高です。いや、でも、かな、体力的にはだから相当心身ともに充実してないと、そうね、リタイアですよね。そう、僕も53歳だから結構大変ですね。疲れます。出発して3ヶ月で体重とかどうですか。僕は10キロ落ちた。10キロ、うん、まあ太ることはないですよね。だから出航前になるべく僕ら太ってきたいのよ、うん、脂肪つけてきたいんだけど、なかなか急には太れないし、だから僕の場合は89から79に落ちたかな、はあ、10キロが、はあ、いや、でもだから相当体力を使う、うん、そうですね、心身ともに ね、そうだね、はい、恐ろしい挑戦ですね、うん、そしてアジア人初ということで、当然ね、ヨーロッパの皆さん方の誇りとしているヨットなので、うん、当然アジア人としてのね、そのやっぱりよかったね、うんうん、ハードルは高かったと思うんですけどもね、はい、さて今日は海洋冒険家白石浩二郎さんにこのテーマでお話をいただきます。26歳単独世界一周、まずは一気に紹介します。26歳の単独世界一周、その1、2000万円の壁、その2、176日の戦い、その3、たくさんの資格、以上の3つです。さてバンデグローブの話ではなく、一番最初に白石さんが世界一周をした時の話、26歳の時ですね、はい、突っ張ってる頃です。突っ張ってる頃、はい、26歳でなんで世界一周やってみようと思ったんですか。なんで
子供の頃から、ええ、海に憧れてね。そう、当時ね、僕ら子供の頃ね、世界って言ったら、うん、金高かおる世界の旅しかなかったんだから。知ってる？いや、それしかないんだから、海外番組って、うん。そんなに海外のことがね、そう。わかる時代じゃないでしょうね。外国行ってみたいなって、うん、僕、鎌倉育ちなんで、海渡ろうと。はい、船に乗って世界一周してやろうと。いうのを思いましてですね。で、まあ、ヨットに出会って、で、一人で世界一周できるんだと思って、で、一人でやってやろうと。はい、で2000万円の壁ってどういうことですか。当時ね、まず船を持たなきゃいけないわけですよ、はい、であとお金がいるわけだよね。今回のね、僕の船でね8億円、レース艇で、当時は中古の船、うちの師匠の片身の船を譲り受けて、だいたい2000万円ぐらい、だって風来坊が2000万集めるんだから大変だよ。そうですね、船ってやっぱり高いんです。高いです。で今は山ってね、山の冒険ってどんどん安くなったの。寝るんですよ。昔はほら大勢で登ったでしょ、はい、今装備も良くなったし、みんなでなんていうの、他のグループが力合わせで登ろうになったんで、はい、エベレストもね1000万以下で登れるんで今。あ、そうですか。そう、昔は何億円かかったんだよね。そうですね、シェルパ何人も取ってベース作って、そうです。で今お金出し合って登ろうってスタイルで安くなったんだけど、ヨットはさ、乗り物扱うからカーボンファイバーとかチタニウムとか、どんどん高額になってるんです。で当時でもやっぱりセール1枚ね、揃えるのも大変だし、はい、2000万ぐらい資金必要だなと、はい、どうしようかなという資金の悩みですよね。どうしたんですか、2000万円20億円集まんなかったです。集まんないですよね。でね、造船所に住み込みで働きました。住み込みで、住み込みで、岡村造、今伊豆の松崎というところにね、はい、僕ら水産高校時代カッター訓練やったカッターの造船所があって、ボート訓練のね、はい、でそこ行って、俺どうしても世界一周したいとね。だからね、ヨット作ってくれと。俺金も一銭もないと、はい、ただやりたいんだって言ったら、はい、親方が分かったと、道具や工具全部持ってけと、はい、2階空いてるからそこに住めと、お前の好きなようにやってみろって言って、そこに住まわせて、2階に住まわせてもらって、はい、おかみさんにねご飯作ってくれて、で朝から晩までヨット作って、海岸で、造船所のここ本当目の前の海岸でヨット、国立公園だったらしいんだけど。ダメじゃないいや、国から苦情は出なかったです。あ、そうですか。苦情。お借りして、お借りして。お借りして。で、そこで船組み立てて、世界一目指した。お金は出せないけど、じゃあ、うちにある道具、場所使っていいから、好きなようにやってみろっていう。いや、いい人ですね。いい人。落語みたいな話だけど、昔そういうのってあったんだよ。弟子入りとか。今ちょっと考えられないね、住み込みとか。ちょっとね、なかなかね、熱い時代だったんです。そうですね。で、それで自分でじゃあ作って、船作って、そう、よし出てみようと思って、はい、出たんだけども、最初はやっぱりうまくいかないんですね。いやないですね。僕2回失敗、ね、泣いて帰ってきましたね。2回失敗しました。連続で。ズタズタです。失敗ってのは何がダメになって？はい、最初はね、火事。火事が壊れてしまって、で小笠原、ガム島フライまで行って、はい、でそこでも火事がダメだと、いうことで小笠原島に行って直し、もう一回港入って直しちゃうともうダメなんで、もうどっかにそう寄っちゃうと、ね、寄っちゃうと無機工じゃなくて、無機じゃないから、で日本に引き返して、今度は大丈夫って大見え切っていったら、今度マストトラブル、でもう一回小笠原に引き返して、で2回失敗したで、翌年再チャレンジですね。やっぱり当然バンデグローブぐらいのレースになっても途中で船が壊れるっていうことはよくあるんですか。あります。で僕前回はマスト折っちゃって、はい、そうだから僕今まで7回チャレンジして4回しか成功してないかな。で4勝3敗ぐらい、はあ、五分五分。そう、みんなね、他の選手もうちのコーチも有名な選手だけど、やっぱ3回やって1回しか完走してない。そう、失敗のない人っていうのは珍しい。あるのっていうのはこの間4回連続バンデグローブ完走したんだけど、彼だけです。あとはもうあと4回連続失敗の人もいます。結局1回も成功できなくて終わる人もいれば、大体まあ半分に対してから、やっぱり大きな船の損傷を避けられる、運的にも避けられたりすると完走できたりするっていう。そうですね。でどんな最新装備でもクジラに当たったり、はい、漂流物に当たったら避けきれないので、で結構僕なんかの競技で運という運、パーセンテージ 20% から 30% でかいと思いますよ。ああ、そうです。運の割合っていうのはかなり大きいですね。で船がもし故障したり壊れたりすると自分で修理するんですか。そうです。船の中のある装備で創意工夫して直すしかないですね。はあ。だからもう援助受けたら終わりだから。へえ。
でそこそこ修理する道具は積んでおくんですか。積んでおきます。で今回の場合でいうと僕もセール破っちゃったんだけど、乾燥が目的だったので多めに積みました。食料もあの工具もね、はい、例えば優勝してくれってオーダーを受けた場合はあんまり積まないです。船を軽くして早くしたいので、もう予備品を積まないで、なるほど、うまくいけば優勝、うまくいかなければリタイア、リタイア、そうか、そういう作戦もある。それは積み込む食料とか工具の重さとか。そうです、そうですよね。だから今回トップチームはね、レース全体遅れたんでみんな食料不足でした。そういや、だから食料不足ってなったら空腹を我慢してゴールまでたどり着いた人勝ちってことですか。そうで、昔はね、あの食料なくなっちゃってどうしたかっていうと、救命ボートを2つ積んでるんですよ、はい、救命ボート開けましたね。救命ボートの中に非常食入ってた。非常食入ってた。そこ開けて食べてましたね。ギリギリでみんな積んでいくんで、はい、今回はみんなお腹空かして帰ってきましたね。さすがに途中で魚釣りみたいなことはしない。で、ま、できます。それもするんですか。あの魚釣りじゃなくて飛び用がねデッキに上がってくるんですよ。ほうほう。で日本人は得意技ですから、醤油さえあれば生魚が食える。そうですね。確かにヨーロッパの人たちから信じられない。そうそうそう。ビリーバボーしてる。そうそう。だからあの、まあ、僕らは僕の食料平気だったけど、まあ、とにかくほら鍵もう宇宙船と一緒ですよ、あの限られた中でもうチームと連絡取り合いながらどうやって直してどう対処していこうと、結局直すのは僕だけなんだけどね。だからそういう人間のなんていうんですか、自分の総合力っていうか、まあ、ちょっとね上手にお張り子できたりとか、料理が上手にできたりとか、そういうちょっとした積み重ねできっと総合力変わってきますもんね。で何が起こるか分からない世界なんで、想定外のことがしょっちゅう起こるんですよ、でやっぱ応用力だね、だからまあまあ平均がだいたい40前後が一番強いのは、経験と体力がいるんですよ。40歳前後がやっぱり、いや、まあ、仕事でもね、そうだと思うんだけど、あと社会性ね、はい、だスポンサー集められるのも、ね、20そこそこではスポンサー集められないから、だから全部の総合力が一番あるのがやっぱり30後半から40前後かな、一番強いのが、いやそれはやっぱりね、セーラーに憧れる男の子多いですね。かっこいいですよ。女の人つまんな話してごめんね、これ男向きの話なんで、我慢して聞いてね、もうすぐ終わるからね。さて2つ目ですけども、白石浩二郎さんにお話を聞いています。176日間の戦い、これは初めて世界一周に成功した時の話ですね。だから半年かかりましたね。176日、うわ、陸地に一度も上がらずに。で当時はね衛星通信がなかったんで、アマチュア無線、でねラジオ向きに話するとね、昔はほらあの今はね衛星電話ってあるけど、昔はラジオしかないから、短波放送聞いてた。ああいいですね。知ってる？短波放送。短波放送ちょっとね遠くからでも入る。そうだから、世界中にさ NHK の短波放送が、昔海外に赴任すると、情報が全く入らないわけ、でも食い入るようにね、ラジオ聞いたの、地球上に全部流れてる。だからラジオあのヨットも、あの短波ラジオ積んでって、でね NHK のね短波放送聞いてたのよ、どの辺で聞いてたんですか。もうだから世界中どこでも入る。で面白いのはお正月の後紅白歌合戦の時はね、NHK がいろんなラジオ局買ってくれるんだろうね、結構入りがいいのよ。へえ、そうそう、だから本当楽しみだった。へえ、短波放送。短波放送。今ちょっと考え、今あると思うんだけど、今インターネットとかね、どこでも、昔はもうラジオって食い入るように聞いたのよ。じゃあそれ聞きながら一人で、そう、真っ暗の海の中進んで。そうだからさ、あの喉自慢を真剣に聞いたのはヨットだけだよ。だってほらニュースもさ、ね、入ってこないから、今日本ってこんななんだとか。しましたよ。で、あの、なんで地球の裏側入るかって、電離層に反射すんの、電波って。要するに、電波が直線だったら宇宙に行っちゃうでしょ、例えば TBS ラジオって電波すると、空に跳ね返ってまた海に行くの。海に跳ね返って空に上がるわけ。で、地球の裏側まで回るようになった。だからね、民放で俺ね、赤道で聞こえたことあるの、昔。そうですか。そう。たまたま赤道で、日本の民放が入ったの。わお、きっとあれですね、他の放送局の電波ないからそこだけクリアに拾えるとか。そうだ、面白かった、で周波ラジオ改造して周波数、あの合わせたら入ったんだよね。面白かったね。いやでも176日お風呂入れないですもんね。そうです、お風呂ないです。だから赤道だから2回通過するから、
赤道付近でシャワースコールを浴びるとか、あ、じゃあそろそろ熱帯地域に入ってから汚いって顔やめてください。清潔にしてるってば。今はほらボディータオルで毎日清潔にしないといけないので、毎日体拭きます。揺れながら揺れながら揺れながら拭いて。そうか。さて、海洋冒険家白石康次郎さん、26歳世界一周というテーマでお話聞いていますが、最後3つ目はたくさんの資格、これはどういうことでしょうか。あ、これヨットっていろんな知識がいるので、はい、もう僕もともと船のエンジニアなんで、いっぱい資格持ってるんですよ。ちょっとこれすごいですね。一級小型船舶操縦免許、これ分かりますね。ヨットの免許ですね。次無線従事者免許、はい、これも必要そうですね。3級会議士機関、これエンジンの免許です。エンジニアのエンジンですね。それから3種冷凍機械冷蔵機、これ冷蔵庫の免許ですね。冷蔵庫の巨大な冷蔵庫、巨大な冷蔵庫、はい、これは冷媒とかこの機械の仕組みもよく分かる。はい、2級ボイラー技師、はい、これもよく分かりますね。冷却系統ですから、はあ、でレスキュー講師です、はい、はあ、船舶衛生管理士、はい、これね注射とか僕打てるの船の中で。だって船の中って、はい、僕ら手術って自分でするのよ、はあ、ブラックジャックみたいに。だから手術道具全部持ってくるんですよ。それで医療従事者いないから自分で注射打ったら点滴打ったり縫ったり、そういう骨折も自分で治したり、そういう結果だったし、特例的にだから講習受けたり、こういうそう船舶衛生、これ昔取った免許なんだけど。ああ、そうですか、はい、で海上特殊これ無線技師ですね。衛星通信使うガス溶接溶接、はい、船作るとき一緒ですね、はあ、5トン以上移動式クレーンこれ油圧系統、はい、僕のキールって重りを油圧で動かすんで、それでとても役立ちましたね。居合道5段、はい、これはもう居合道受けますね。フランスでは居合道受けますね、はい、あと日本刀振り回したらみんな優しくなりますねフランスで、少林寺拳法2段、はい、もうこれも大丈夫ですね。みんなおとなしくなりますフランス人が、はい、ダイビングオープンウォーター、はい、これは船底潜ったりする時にはやっぱダイビングの支度っていうのはすごく役立ちましたね。確かに。どれも難しいやつ。アナウンサー資格はないです。だから僕ヨットやってるんで、喋れればアナウンサーやってます。奥さんが元テレビ東京のアナウンサーの方で、ね、そうなんです。あと気象予報士2期生だから、うちの女房は。で森田さんとかの、いろいろな人と友達なんですね。はい、そうなんです、はい。怒られますよだから。ただちょっとドライな奥さんで。バンテグローブ乾燥して3ヶ月ぶりに愛する旦那が命からがら帰ってきた、そして日本に戻ってきたんですけども、もう1時間半の遅刻でしたねテレビ局みんなタレージで待ってましたね、ロビーで、うちの女房今高速降りましたからって、全く関係なかったですね。日常でしたね、バンデグローブが。おかえりって、うちの娘もソファーでおかえりって携帯やってましたね。さすがたくましい。たくましいっていうか気にしない。3ヶ月自分の家族が命からがらアジア人初の大遅刻する。普通2時間前にいるでしょちょっとね、早めに迎えに来ますよね。そうで、メールがね、あなた銀行の口座番号なんだっけっていう、それだけでしたね、公開中のメールは、パスワード教えてって、それだけでしたね。意外にね、冒険家の家族ってドライなんだよ、ね、座ってないとね、肝が、そう、うん、それで動揺してるぐらいじゃ ね、きっとうまくいかないなと思うんですけど。改めまして、今日の日曜天国はゲストに海洋冒険家の白石康次郎さんをお迎えしています。安住さんが MC を務めています TBS テレビの東京ビクトリーに白石さんがゲスト出演されます。放送は今度の土曜日5月8日朝7時からです。こちらもぜひチェックしてください。楽しみです、はい、そうですね、バンデグローブの時の映像などもありますし、白石さんが最初に世界一周挑戦した時に失敗した時の映像もありましたね、あ、そう、オンエア、あれ、一生の不覚だったんだよね。ボロボロの T シャツと、安いパンツ履いてるんで、まさか疲れると思ってないからさ、ずっと使われるんだよね。若き日の白石さん。お楽しみください。映像が見られるんだね。そうですね。今日聞いたお話の映像がいろいろありますんで、二度聞く話もあると思いますが。すごく楽しみ、ぜひぜひご覧ください、はい、さて白石康次郎さんですが、また4年後バンデグローブ挑戦する予定ありますか、うん、はい、実はもう4年後見据えて、今度はね、8位以内に入れと、あ、
いうことで、もう57歳なんだよね、はい、でもまあまあもうラストレースだと思ってもう一戦ちょっと頑張っていきたいのと、もう一つ、今年の夏あの船を持ってきます、日本に。今船に砂積みして持ってくるので、夏にはねセーリングできると思いますので、はい、お近くの人ぜひ寄って、港あの告知しますので、ぜひ寄って乗り来てください。安住さん、中澤さん乗り来て、船興味ないと思うけど、いやいやいや、じゃあいろんなあれですか、あのヨットハーバーとかで、そうですそうです、回って、はい、あの関西の方まで行きますので、関東横浜近辺で行きますので、で一般公開する日があると思うんで、はい、ぜひ皆さんあの実物を見にいらしてもらって、うん、親子で、そうですね、そしてお金のある方はもしかするとスポンサーになってほしいってこと。ありがとうございます。セールはでかいです。まだ隙がいっぱいありますので、あもう安住さん好き。セールにね、いろいろな名前入れるんですもんね。あとこの番組、はい、あの次のバンデグローブ、途中かけてきてください、はい、あ、いいんですか、番組中オンエア中です。あららららで、もしかけてこないとこっちからかけます。いやいや、すごいですね。ちょうど今日本放送で辛坊治郎さんがね、あ、そうそう、やかけてるんですよ。あのヨットやってるでしょ、辛坊さんが、そのとこあのスタジオからね、じゃあ私は TBS ラジオで。すごい、本当ですか、ありがとうございます。4年後も持たせておいてください、この番組を。頑張ります、お願いします。はい、もうね、海洋冒険家だからね、こうやって夢を語ってね、スポンサー集めるのよ。そう、安住さんのおかげです。今日はゲストに海洋冒険家白石浩二郎さんを迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、武士は食わねど高ようじ、食後は必ず糸ようじ。お聞きの放送は TBS ラジオ905954。東京ガスプレゼンツゲストでたまだ、このコーナーはあなたとずっと今日よりもっと東京ガスの提供でお送りしました。安住紳一郎の日曜天国、この時間は本郷美術骨董館、日立物流、日本リコスの提供でお送りします。さて今日はまた雷がこの後あるかもしれないということですが、赤坂は青空が広がっています。いやー、この季節はやっぱり気持ちいいですね。そうですね、本当に新緑も綺麗です、うん、風香る5月という感じですね、はい、私の小さな楽しみ、お便りいただいています。紹介します。板橋区のおしゃべり小豚さん、20代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私はコンタクトレンズをしています。このレンズを2週間に1回交換するのですが、はい、あえて古いものをすぐ捨てずに机の上に取っておくのです。え？すると翌日水分が抜けてカピカピになったコンタクトレンズが出来上がります、あんなに柔らかく目に入れていたものが一晩空気にさらすとこんなことになってしまうのが面白い。またそこにマニキュアを塗ったりして光にかざしたりするとキラキラ光って綺麗で何とも楽しいのです。家族や友人に見られると変な人扱いされるので基本こっそりと行う作業ですが、リモートワークで派手な楽しみもない中、手軽にアーティスト気分も味わえ、なかなか楽しい趣味です。ソフトコンタクトレンズを使われている方、試してみてはいかがですか。そうなんだ、なんか魚の鱗みたいになりますよね、乾くと、カピカピっと、ね、うん、水分できちゃうからでしょう、ね、すごいね。マニキュアなど塗ってみる、いろんなことに挑戦している人がいますね。そうですね、そうですね、面白いね、面白いな。休日出勤さん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は結婚して13年ほど経ちます。私は昔から人は人を知るほどに関係がパターン化し、いずれ飽きるものだと思っています。相手をあまり知らない頃には素直に湧いていた興味も、関係が進むにつれ次第に薄れていくのは、相手の趣味や思考の知っていることが大半を占めてゆき、今さら興味を持つでもなくなっていくからではないでしょうか。ちょっと暗い話かなこれ。ちょっと元気だそう。そうですね、うん、はい、私は妻に飽きられたくありません。そうね、うん、できればずっと興味の対象でありたいものよって、私は結婚した当初から自分の思考は必要以上に妻に知られるまいとして日々を過ごしています。おお、
特に食べ物の好みについては毎日のことなのでとても重要です。そのメニューが好物だと分かれば妻は献立に迷うたびにそれを作るようになるでしょう。これはパターン化です。それはなるべく避けたいところ。そうか、飽きられると困るからね。よって妻と食事をするときは何を食べても平たく称賛するのです。どれが特に好きなのかはなるべく分からないように努力しています。そうなると困ることがあります。それは自分が食べたいものをリクエストできないからです。妻の作る料理で食べたいものがあっても妻がそれを作ろうと思いついてくれるまで辛抱辛抱楽しみに毎日を待ちます。時々偶然にも妻の気まぐれと重なることがあり、その時はついうっかり偶然偶然だ私の食べたいものと言っています。妻に何これ好きなのどっちなのまた作ろうかと言われて、いやいかんいかん落ち着け落ち着けバレては困ると思い出し、まあ結構普通とあるべき自分を取り戻します。これからも妻の気まぐれを日常のラッキーにするべく思考をひた隠しに生きていきたいです。終わり。哲学者だよ。だってこれだって奥さんへの愛がなせることでしょ。奥さんに嫌われたくないから自分のね思考をひた隠しにして飽きられたら困るからっていうことですよ。まあ、奥さんがこういう平坦な感じのミステリアスな人が好きだったらいいけど、もっと感情を表してほしいって思ってる人だったら最悪ですよね。中澤さん、よそ様の話だからあんまりそうね、あ、そうね、そうそうそう、はい、頑張ってください。でも気持ちはわかるよね。こう何キスれば何やっぱりなんていうの、花みたいな、っていうこと、全部思考を明らかにしちゃダメっていうことは分かりますけどね。ちょっとミステリアスな自分も持ってなくちゃいけないからね。北本市のエイヒレスケさん、59歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。現在渋沢栄一で盛り上がっている埼玉県深谷市に勤務しています。はい、毎日就業間際に建物の見回りをするのですが、3階あたりの高いところから見えるオレンジ色に染まる群馬の山々や秩父連峰を眺めることが私の小さな楽しみです。いいですね、夕方ね。地元の方々にとっては何気ない風景なのでしょうが、就業間際の疲れ切ったおじさんにとってはこの上ない自然からのご褒美です。ローカルな話ですが、朝の通勤時に JR 熊谷駅と籠原駅の間の少し線路が高くなっているところから見える南泰山をはじめとする日光連山も何とも雄大で素晴らしいです。いいよね、あのね、そうそう、新幹線からもね見えますけどね。今までそんなことはなかったのですが、山をめでるようになったとは年を取った証拠なのでしょうか。それでも変わり映えのない毎日を過ごしている私にとって、ちょっとした自然との触れ合いはささやかな楽しみです。ね、いや地元のね山、本当に宮沢賢治も言ってますけどね、ふるさとの山に向かいて言うことなしっていうね、本当自分のふるさとの山の景色が一番いいっていう人も多いと思いますね。ふるさとの山に向かいて言うことなしは石川啄木でしたね。間違えました、失礼しました、ごめんなさい。ちょっとね、石川啄木氏と宮沢賢治氏間違いがち、申し訳ない、すいません。私の小さな楽しみ、続いては青梅市のカルピスおばばさん、51歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の小さな楽しみはカルピスをどこまで濃くできるかです。子供の頃はいただき物のカルピスを見つけると、お母さんカルピス飲んでいいと大声を張り上げ、妹とそれはそれは正確に測って飲んでいました。この時に割合という言葉を覚えたと思います。そうね、水の割合が。そうでした。大人になると濃さを自分で決められるのがとても嬉しく、心ゆくまで濃いめのカルピスを飲みます。疲れた体にとても染み渡ります。この頃は、最近は骨密度も気になるお年頃なので牛乳で割って飲んでいます。また今日もカルピスを買ってこようと思います。ありがとうございます。ね、そうね、美味しいです。はい、もう今日のプレゼント当たってほしいわ。東京都エイジ36、腰痛くてさん、ありがとうございます。私の小さな楽しみ、同じ会社に勤めて13年目になりますが、コロナ禍で仕事が非常に忙しく、土日は死んだように寝てしまいます。頑張ってますね。先日ふと入社した時の夢と希望にあふれた気持ちを思い出したくなり、
自社の新人採用サイトを見てみたところ、キラキラした目つきで会社の魅力を語る同僚社員が出ていまして、思わず鼻で笑ってしまいました。疲れてんだよ、疲れてんだよね。そして何より気になったのが、誰に言われたのか、ほぼ 90% の人物が腕組みをしてドヤ顔を決めた写真だったことです。カリスマラーメン屋かよと思いました。その後いろいろな採用サイトを見ては、腕組みをしていないか探すのが密かな楽しみです。36歳の方疲れてるんですよね。そうですね、ゴールデンウィーク休めるといいんです。そうですね、ゆっくり寝て、はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。この時間は本郷美術骨董館日立物流日本リコスの提供でお送りしました。約2時間のお付き合い、今日もありがとうございました。それでは2005年平成17年発売、木村カエラさん、リルラリルハに乗せて今日の当選者の発表です。日展オリジナルノートの当選者は、群馬県前橋市のヒーローさん、東京都狛江市歌って走れる栄養管理士さん、岐阜市寒がり師範代さん、城山哲夫の妻さん、兄さん。続いてカルピスセットの当選者は、狭山市の足の上にも19年さん、府中市昇進の麻布さん、大見市のカルピスおばばさんです。おめでとうございます。さて、連休中の方が多いと思います。今日は雷あるところもあるそうです。天気予報など空の様子に注意してください。それではいい日曜日にしてください。この辺で失礼します。さよなら、さよなら。来週5月9日の日曜天国、メッセージテーマは母さんの愉快な話。ゲストは俳優エッセイスト内田ややこさんです。どうぞお楽しみに。